おはようございます。トンでございます。本日は島のゴザっていうところに来てます。いやー、12月のすがすがしい朝です。というのも、今日は、ニエテレビさんの撮影で、この磯を訪れております。今日一緒に釣りするのが、釣り人さんです。イエーイ。久しぶりやな、小屋くん。そうやな。今日はね、小金グレ釣るよ。小金グレ。小金グレ釣る。釣る。かおりん、おはようございます。おはようございます。もう鼻赤い？赤い。ちょっと赤いな。冬の私の、定番。定番です。ええやん、クリスマスっぽくって。いやいや、治りません。久しぶりじゃない？磯自体久しぶりです。夏以来。ああ、そうや。うん。お腹にバンバン切られて終わっちゃったやつ。内田さんと黒瀬くんが釣っとったやつや。やられました。ガンガンガン。アバブリとか。今日は小金グレ。小金グレ釣ります。いやいや。小金グレ全員アンダーでしょ？全員アンダーする？全員アンダー。からの。はい。黒いグレなんで。お、来ました。黒台。黒台。どっちか。青いのはいつ出てくるんですかね。青い瞳な。欲しいね、青い瞳。クリンクリクリの値段欲しいです。もう仕掛け作り方忘れてんじゃん。忘れてない。と思う。でも頑張りましょう。はい、頑張ります。頑張りましょう。うん、ここはね、ゴザのボウグイっていう磯なんですけど、ワンナイ磯です。ただ、ワンナイ磯といっても、ゴザっていうエリアは三重県で一番早く寒暮れシーズンが訪れる磯です。一番伊勢島の、伊勢湾に近いところなんでね。ということで、本日の水温が 20.5 度です。まあ、こんな感じの磯なんですけどね。結構ね、磯自体は大きなね、離れ磯です。で、もう向こうに見える海岸がゴザ白浜の海水浴場ですね。はい、釣り座としてはまず若者向きの釣り座がね、この切り立った山、こことここ、これがね、若者向きの釣り座です。こっち方向に遠投ですね。こっちがね、本命の釣り座っていうことで、ここが1箇所と、あとこっちですね。今日はね、この表側に3人並ぼうと思ってます。よいしょ。こっちからあっちの浜島の方向いてね、遠投ということで、こっちがゴザの港の方ですね。まだ完全に夜が明けきってないんで、薄暗い中撮影してるんですけどね。ここはゴザの中では一番グレが濃い磯だと思います。まあ大型、中型、小型、いろいろな魚はいるんですけど、そんなボウグイで本日はやっていきたいと思います。さあ、タックルの紹介をします。本日のタックル、ロッドがガマイソデニオス125-53、リールがシマの BBX テクニウム C3000DXG ストブレーキ、そしてラインがバリバス06カセの 1.75、 そして結んだ浮きが、釣り券スリムグレ釣り筒。本日はこちらの新製品の浮きの取材でございます。釣り券スリムグレ釣り筒、浮力が0ですね。で、スナップスイベルがあって、浮かせからマンボウがあって、で、浮きの長さ分空いたところにウェイトスイベルマイナス G8 プラス塩受け、そして本日のハリスがバリバスハードトッププレミアムハリスの 1.5 号、針がセレクトグレの5号ですね。こちらでスタートさせていただきます。
としてるんですよ。やっぱね、防具は裏切らん。カングリ来ました。実はさっき落としたんですけどね、ちゃんとね、絵になる魚を釣らないとね。え、コーリン釣れんかったん？やられた？え、切られたってこと？うわグレーやで、グレーやったWhat?
けでね、仕事が終わりましたんでね。いやー、よう引いた。もっと浅くしよう。今一人一広で先にもう遠くまで仕掛け投げといて、で巻き絵をできたらその上にかぶせたいんだけど飛ばんもんで巻き絵が手前に落ちるから、その手前に落ちた巻き絵に浮きを引き戻して合わせるんだ。そうすると巻き絵が着水した時のすぐの状態に仕掛けが合うわけ。そう、浅く浅く。ハリス短くして、で誘導多分そんなもんでいいと思うんやけど、今とタイミングと、そうやな、距離やな。あと思い切り投げましょう。はい、今こんなもんでいいと思う。うん、浅く浅く。釣れたよ。釣れた。40はあると思う。うん。テレビの撮影もそうねんけどさ、自分の YouTube の撮影もそうなこれ。今満潮ですか？満潮？2時満潮。なるほど。クイが止まりました。人間のクイ気は上がってきてます。スリムブレやけど人間がスリムじゃないでいかんね。カメラマン小池くんです。そして今当たりが止まりました。刺し絵が丸残り。こういう時はどうしたらいいんですか？もういいだけ釣ったやろ。もう全部釣り上げたやない。もう全部釣っちゃったんかい。うん、もう今あおおっ、いや、浅井とグレマ叩くけな。え、グレちゃん、俺もグレと思う。あ、黄金ですね。黄金グレ、黄金グレ、ナイスや。おい、3匹目。うわ、すごい。まだ釣ってないんやけど、こっち。もうバリバリを取り越したからバリ島やね。なんか例年にも増してアイゴが多いな。もうこれ環境問題のような気がしますね。すごいアイゴが海藻を食い散らかして、でサザエとかアワビとかが取れなくなって、そういう声が実際に聞こえてきてます。アイゴを食べなあかんすね、みんなね。逃がしてますけどね。三脚？これ三脚、社長、三脚いくらするんですか、これ？この三脚っていくらするんですか？これは20万ぐらいです。20万20万、高っかー。ありがとうございます。それはちょっと釣りとんチャンネルの三脚、ね、見えてれば使ってるやつなんか海へ使わへんやつなんで、はい、100万でしょ。100万三脚で。それはやっぱカメラの重さに耐えれる構造、バランスと粒さ。へえ、すごいな。だからこれはもうほとんど錆びてくるから、もうこれぐらいで
あ、消耗品なんですか。もう消耗品です恐ろしい。あれ、なんか、なんかラーメンタイム。あーどんな嫌がらせだどんな嫌がらせだちょっとイチャイチャせんといて、そこ匂いだけが始まって食べるより食べないっていうここ触ってみて、ここなんかふわふわちゃいます。こんな素材やったっけ。わかんない、なんかふわふわ。ありがとうございます。本当や、ほら、それを見てほしくてやったら倒れた鈴井寺は別個入れるかと思った危ない危ない。今日生のオキアミ刺し餌で一回も使ってないわV9 むき身ボイルのローテーション。これ結構波来るんやない。やば。ああ。ああ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 。いろいろ流れとる。まあでもこれは取れるな。カオリンの荷物は大丈夫です。浮きが浮いとるわ。カモン、うわ思った釣りむぐれが浮いとあー無理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 エサバケツどこに引っかかってます。もうすぐ浮いてくる。エサバケツ、お疲れ様でした。ということでちょっとね強制終了感が漂ってますけどね、いやー楽しかったです。いい方のグレも出てくれたんでね、その辺はテレビもしくはフィッシングポイントさんの YouTube を見ていただくとして、僕の方でもそのグレが公開できるかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。もう足乾いたん。乾いてない。乾いてないんどうしよう。これでこれさっき乗って、はい、あ、重たいなこの水。だいぶ。これなんなん。タバコ、タバコ、タバコ、うん、タバコの機械。アイコス、うん、アイコス、タオリンが。アイコちゃん、アイコちゃんちょっと持っとくんですよ、お願いします。荷物多いな、この人たちな。入りましょう。
面白かった防具衣。